はようございます。今日は私もう朝から修学旅行前の学生ばりにテンションが上がっております。今日はセノーテに行きます。聖なる泉、神聖な泉とも言われているこのユカタン半島に点在するセノーテに今日は行きたいと思います。これね、ずっとちょっと憧れでしたね。ついにやってきましたよ、セノーテスイトゥン。スイトゥン、とにかくね、今もうテンションマックスです。それでいて人もねあまりいない。オープンと同時ぐらいに来ました。さあ行ってみましょう。環境保護の観点から事前にシャワーを浴びなければ入れません。やばい、楽しみ。初セノーテ、セノーテスイトゥン、行ってみましょう。これ見てよ、冒険ですよ。洞窟、聖なる泉ですよ、聖なる泉。いや、やば。すごい。完全に秘境ですよ、これは。ご覧ください、これやばい。人全然いない。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、これ見てよ。だってさ、あれ、あの穴、人がくり抜いたの？くり抜いてないんでしょ？ありえなくない？あんな真ん中に。でご覧ください、魚いるよ、魚。
してたら木からなんかクジャク降りてきた。野生のクジャク初めて見たんだけど。こんなことあるの？広げてないのにもうすでに最高に綺麗ですからね。こういう動物がいるんだね、ほんとね。信じられないほど綺麗だね。周りの人間たちがこのクジャクを見ても全くびっくりしてないっていう、そこにびっくりです、私は。いや、もう鳩が歩いてる波に普通にクジャク歩いてますからね。あの入場料は他のとこよりもちょっと割高なのかなっていう感じでしたけど、210ペソですかね。はい。でもまずね、ほぼ貸し切り状態で、あとこのブルーそこが微妙に見えてるしね、これはすごいね。まさに神秘。結構冷たいよ。咲いてみましょう。でも入ると気持ちいい。なんと清らかな水、なんという清らかな水なんでしょう。いやー、すごい。
いや、久しぶりに遊び疲れた。小学生が日が沈むまで走り回って、もう遊び疲れるように、泳いで、叫んで、飛び込んで、疲れ果てましたね。いやもうね、これまで数多くの、美しい自然、美しい海、いろんなとこ行ってきましたけど、セノーテは別格。もう、この世の楽園にたどり着いたなと、そういう感覚がね、ありましたね。なんともね、神聖で清らかな水、そして何万年もかけて作られた鍾乳洞、鍾乳石、そしてね、静けさと、光のベールとも言えない感動に包まれましたね。ね、満たされました、私は。セノーテはね、これまたメキシコのお決まり文句言わせてください。期待値以上でした。神聖な泉ですよ。